今回の指揮を担当いたします鈴木秀美です。今回のプログラムは、モーツァルトをメインにということで、プラハを最後に演奏いたしますが、その前にブリテット、そしてヒンデミットという、やや馴染みの薄い、作曲家を選びました。ブリテンのシンプルシンフォニーは弦楽器だけのものとして弦楽オーケストラでは馴染みある方も多いと思いますが、ブリテンはピアニストとしても活躍していました。またヒンデミットは、チェロのフォイアマンなどと一緒にトリオも弾くぐらい、ビオラをよくした人で、そしてまた古い音楽にも興味があった人です。作風はいろいろ難解なものもありますが、これはフランチェスコ、アッシジのフランチェスコというのが題材になったバレエ音楽の組曲版で、大変面白いものだと思います。どうぞお楽しみになさってください。